ノースダコタにおける数族に対する作戦の図。ホワイトストーンヒルは、右下ホワイトストーンヒルの戦いは、1863年にアメリカ合衆国ダコタ巡州で起きた、大数族戦争の最終段階の戦闘である。9月3日から5日、アメリカ陸軍、アルフレッド・サリー巡将の指揮する部隊が、インディアンの集落を攻撃した。その集落にいたインディアンは、ヤンクト内族 サンティ族、テトンスー族だった。サリーは女性と子供を含め300ないし400人のインディアンを殺し、あるいは負傷させ、捕虜にした。サリーの部隊の損失は約60名だった。サリーは1864年にもスー族に対する作戦を続けることになった。1862年のダコタ戦争でサンティスー族が敗北し、 懲罰を恐れた数族約4000人はミネソタ州からダコタ巡州に逃亡し、そこでヤンクトナイ、ヤンクトン、ダコタあるいはデトンなど他の数族と合流した。数族戦士はミネソタ州の文民や軍事目標に対して小規模の襲撃を続けていた。1863年半ば、ミネソタ州のジョン・ポープが指揮するアメリカ陸軍はダコタ巡州東部で 数族に対して二つの大きな軍事遠征を行っていた。それら遠征の目的は1862年の戦争の再演を阻止し、ダコタ東部での白人入植を促進し、ミズーリ川を通ってモンタナの近郊原への道を保護することだった。ヘンリー・ヘースティングス・シブリー巡将が二つに分けたその作戦の片方を指揮した。ミネソタからミズーリ川まで陸路に千0 0 0名の兵士を引き、 7月に、スー族とビッグマウンド、デッドバッファロー、ストーニーレイクと3回の戦闘を行った。スー族に大きな損失を出させたわけではなかったが、ミズーリ川の西岸まで、スー族を追い出し、ジャーキーなど冬の備えや、ティッピーの多くを含むインディアンの財産の多くを破壊した。作戦の第二の舞台は、アルフレッド・サリー准将が率い、1200名を率いて、ミズーリ川を遡り、 シブリー隊と落ち合って、二つの部隊で水族を潰すことが想定されていた。しかしサリー隊は、川の水位が低かったために、蒸気船でミズーリ川を遡るのが遅れた。サリー隊が8月半ばに、現在のノースダコタ州、ビスマーク近辺に到着した時、シブリー隊はすでにミネソタ州に戻っていた。サリーの1200名の部隊には、デイビッド・ウィルソン大佐が指揮する。 アイオワ第6機兵隊、ロバート・ファーナス大佐が指揮する、ネブラスカ第2機兵隊が入り、さらに山岳地銃弾砲8門と石膏隊、視長隊がついていた。その兵士は、騎兵が通常使う、カービン銃ではなく、長射程ライフル銃で武装しており、数族の大半は、マスケット銃、両銃あるいは弓矢でしか武装していなかったので、決定的に有利な条件にあった。 一方で、シブリーが、ミズりリ川西岸に追い出していた数族のいくらかが、東岸に戻り、バッファローの肉を得て、冬の食料を補おうとしていた。サリーは、南東方面でインディアンを探した。9月3日、サリーはある湖近くで殺されたばかりのバッファローの残骸を多く発見し、その日の午後には、石膏でサンティ族との根血であるフランク・ラフランボアズが、 10マイル前方に400個。ラフランボワズは一時数族戦士の隊に捕まったが、解放されており、それは数族が戦闘を求めていないことを示していた。サリーはその前衛隊である AE ハウス少佐が指揮するアイオワ第6級兵隊大隊300名にインディアンの宿営地を取り囲み、逃げさせないようにするよう命令した。市長隊の護衛で4個中隊を残し、 主力部隊を率いて10マイル遅くかけて1時間で進んだ。ハウス少佐とそのアイオワ第6騎兵隊大隊がインディアンの宿営地を偵察し、サリーが援軍を連れて前進してくるのを待っていると、数族の代表が白旗を持って出てきて和平を保つことと、狩猟にのみ興味があることを主張し、彼らの州長数人の降伏も提案した。ハウスは、 そのような事態についての指示を受けていなかったので、インディアンの宿営地にいる全部隊の無条件降伏を要求した。ハウスはインディアンが行き詰まっていることを想定し、女性が宿営地を畳んで逃げ出すまで時間が必要であろうと考えた。ハウスも援軍が到着するまで何もできない状態だった。この宿営地ではおそらくカットヘッドバンドを含むヤンクトナイゾークが 数族の中でも最も人数の多い部族であり、他にサンティ族、ハンクパパ族、シハサパ族すなわち、ブラックフット数族がいた。一つの小屋に5人ないし10人の人がいるとして、400個の小屋では2000ないし4000人がおり、その中には500ないし1000人の成人男性がいると推計された。女性、子供、老人は安全のためにミシシッピ川西岸に、 残されているはずだった。数族はこの戦闘で950名の戦士がいたと言っていた。サリーは大きく散回したインディアン集落を見下ろす尾根の上に午後6時頃に到着した。サリーは地部隊が600ないし700名がいるだけだと推計した。数族がティッピーをたたんで出て行こうとしているのを見て、インディアンが戦うよりも逃げようとしていると判断した。 サリーの目的はインディアンを取り囲むことであり、部隊をインディアンの退路を塞ぐように配置してから集落に向かって前進することにした。ウィルソン大佐のアイオワ第6騎兵隊を右翼に、ファーナス大佐のネブラスカ第2騎兵隊を左翼に配置し、数族が自体から隠れて逃亡できる可能性のあるいくつかの谷を占領させた。サリーは両翼を抑えて、参考中隊と方兵隊と共に さしたる抵抗もなくインディアン宿営地に前進した。リトルヘッドとビッグヘッドという二人の酋長さらに約150名の追随者が降伏した。インディアンの宿営地が近く混乱していたので、サリーは砲兵隊の大砲を使えなかった。数族の多くがアイオワ第6騎兵隊とネブラスカ第2騎兵隊の間に捕らえられ、アイオワ兵は徒歩で前進して、 わずか60ヤードの至近距離で、インディアンと交戦している、ネブラスカ兵のいる方向に、数族を押していった。夕闇が迫ると、アイオワ第6期兵隊のウィルソン大佐が、一個大隊で、無分別な騎馬突撃を命じた。しかし、急ぎすぎて、兵士の中にはその武器を装備していくよう命令が、伝わらなかった者も,もおり、数族からの激しい反撃で騎兵の馬が、驚いてしまい、 突撃が崩れた。大隊が後退し、途方になって防御的配置についた。左翼では、ファーナス大佐も、暗闇が増す中で同時打ちになったり兵士を、統率できなくなることを恐れ、そのネブラスカ兵を、防御的配置につかせた。兵士は辛い夜を過ごした。インディアンは、戦場で略奪し、死んだ兵士の頭皮を剥いだ。女性が叫び声を上げ、嘆いており、 ある負傷兵は助けを求めて叫んだが、守備位置から出てこさせようというおとりだと考えられた。翌朝、その兵士はまだ生きていることが分かったが、インディアンから受けた傷が元で死にかけていた。数族は暗闇の中で逃亡していた。翌朝インディアンの宿営地は空になっており、死体とはぐれてしまった子供や女性がいるだけだった。サリーは逃げていくインディアンの所在を突き止めるために、 絶好を放ったが、ほとんど見つけられなかった。サリーはインディアンが、宿営地に放棄していった物資を焼くよう命じた。その中には、ティピーが340万ないし50万ポンドの、バッファローの乾燥肉など冬用の食料、殺されたバッファロー戦闘の製品が含まれていた。9月5日、サリーの兵士が、新たに数族インディアンと遭遇した。チャールズ W ホール中尉が率いた。 偵察隊27名がホワイトストーンヒルから約15マイルの位置で約300名の水族と出会った。インディアンがその部隊をサリーの宿営地まで追いかけ6名を殺し1名を負傷させた。サリー隊の損失は総計で戦二22名、負傷38名だった。友軍による同志うちの損失もあったはずである。 数族の損失については信頼できる資料がなく、女性と子供を含み100名、ないし300名と推計されている。捕虜は成人男性32名を含み156名になった。インディアン側はサリーの部隊が平和なしく英知を攻撃し、多数の女性と子供を殺したので、この戦いを虐殺だということが多い。サリー隊の通訳の一人で、 水族との根結であるサミュエル・ J ・ブラウンは、それは完全な虐殺であり、あの女性や子供が、いかに虐殺されたかを聞くのは嘆かわしいことだと、言っていた。サリーは逆の見解を持っており、インディアンに対して長く心配を表明しており、火の打ちどころがない名誉と高血の記録があるとしていた。歴史家の中には、アメリカ陸軍が少なからぬ損失を出しており、 虐殺ではなく戦闘だったという意見の者がいる。サリーは馬やラバの状態が悪く物資もなかったので数族を追跡できなかった。9月6日にはホワイティングヒルを経って現在のサウスダコタ州にあるピエール砦に向かった。その近くで新たに砦を築きサリー砦と呼ばせ冬の間部隊のいくらかを駐屯させた。 ここから1864年の数族に対する作戦が再開され、7月のキルディアさんの戦いに繋がった。サリーの遠征はインディアンの一部を貧窮の中に落としたが、ダコタ東部でのインディアンによる脅威を終わらせるという目的は達成なかった。この戦闘後、ほとんどがサンティ族の約600人がカナダまで逃亡した。1864年には、 その後に3000人が続いた。ミネソタ州は1862年のダコタ戦争に参加しなかった者を含め全ての数族を追い出し、友好的なミネベンオ族まで追い出した。白人の絶対的友人であるサンティ族25人のみが州内に住むことを許された。ノースダコタ州立歴史協会が戦場跡の一部をホワイトストーンヒル州立歴史史跡として保護している。 この史跡には、戦闘に関する小さな博物館、記念碑が二つ、ピクニック場が一つある。記念碑の一つは死んだインディアンを検証し、もう一つは戦闘で死んだ兵士を記念するものである。この史跡は季節によって公開されている。ありがとうございます。